皆さんこんにちは。3月17日木曜日の豊島情報スケアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしております。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。それではまずは豊島区からのお知らせです。3月11日池袋西口公園野外劇場グローバルリングシアターでウクライナ応援の野外コンサートが開催され、音楽を通して苦境にある人たちに寄り添い平和を願いました。指揮者の小林健一郎氏が主催するコバケンとその仲間たちオーケストラのおよそ90人が演奏し、合唱団およそ50人も加わり、帝政ロシアからの独立を目指すフィンランドの人たちを勇気づけたシベリウス作曲交響詩フィンランディアなどを奏でました。またコンサートではウクライナ人歌手オクサーナさんがウクライナ国歌を披露しメッセージを述べました。小林さんは、演奏を皆さんの心の日だまりまで届け、今後のウクライナの助けになりたいと語りました。豊島区では5歳から11歳の小児への新型コロナウイルスワクチン接種について、かかりつけ医による個別接種を行っておりますが、区民の皆様のご要望に応え、4月から第1、第4日曜日の午前10時から午後6時に池袋保健所で小児接種を実施することになりました。3月18日金曜日午前9時より4月分の予約受付を開始します。電話予約は豊島区新型コロナワクチンコールセンター電話番号0120-567-153、ウェブ予約は豊島区新型コロナワクチン接種予約サイトからご予約ください。予約は1回目と2回目を接種で予約いたします。2回目の予約日時は1回目予約日時の3週間後の同じ時刻になります。1回目接種のみ、2回目接種のみの予約はできませんのでご注意ください。当日体調不良などで2回目予約を変更する場合は区のワクチンコールセンターにご連絡ください。なお5歳から11歳の小児接種は4月以降も区内11カ所の医療機関で実施しています。接種する医療機関、予約方法などは豊島区ホームページでご確認ください。新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。学業、仕事、子育てなどにより事前に接種の予約が立ちづらい方も接種が受けやすいよう、3月22日火曜日から予約不要の3回目ワクチン接種を開始します。会場は豊島センタースクエア、こちらは土曜日以外に実施します。旧朝日中学校豊島清掃事務所、こちらは週5日で実施します。対象者は接種券をお持ちで2回目接種から6ヶ月経過した18歳以上の区民の方です。受付時間は午前9時半から午前11時、午後1時半から午後2時半、午後3時半から午後4時半です。いずれかの時間帯に直接接種会場にお越しください。ワクチンの種類は武田モデルナ社ワクチンです。接種当日は3回目接種用の接種券、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類、1、2回目接種済み証など2回目接種の日付が分かる資料、予診票をお持ちください。接種会場に必要書類をお持ちにならない場合は接種できませんのでご注意ください。当日希望者多数により接種可能数上限に達した場合は接種ができないことがあります。またこの予約不要の会場は武田モデルナ社ワクチンを使用します。ファイザー社ワクチンを希望の場合は豊島センタースクエアの土曜日の予約枠か個別接種医療機関に直接ご予約ください。
この機会をご利用いただき、ぜひ早期のワクチン接種のためご来場ください。以上お知らせでした。それでは本日の番組スタートです。本日のテーマが池袋駅東口と西口をつなぐるウォーカブルな街づくりということで、ウォーカブルとはどういうことなのか、そしてこれからの池袋がどのように変わっていくのか、今年の1月17日に行われた記者会見の模様を交えながらお伝えいたします。それでは本日のゲストをご紹介いたします。豊島区都市整備部交通基盤担当課長の小澤武弘さんです。小澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、この豊島区役所や南池袋公園をはじめ、さまざまな開発が進んで、はい、他とは違う独自な街づくりが行われているように感じるんですが、はい、いかがでしょうか。はい、まさにですね、このスタジオのある庁舎や南池袋公園の整備によって、今の池袋のですね、都市再生がスタートしました。はい、もともと渋谷ですとか新宿に比べて、開発が遅れを取っていて、駅の乗降客数、利用者数はですね、270万人と、新宿や渋谷と肩を並べているわけですけど、駅の周りの商業施設でもう皆さん全てが完結してしまって、なかなか駅から街に人が出てくれないと、そういった駅袋というふうに言われてますけど、そういった状況をなんとか打破してですね、街に人を呼び込みたいということで、この街づくりというのを進めております。そこで建築家 の、はい、隈研吾さんが提唱されたのが、ウォーカブルな街づくり、はい、ということなんですよね。はい、2011年頃にですね、この庁舎の建設の計画が進みまして、その時からですね、隈先生には都市政策顧問ということで、この庁舎だけではなくて、はい、街づくりの総監修を区として、お願いしていることになりました。はい、ウォーカブルというのは、歩きやすい、靴でいうとウォーカブルな靴とかって靴屋さんでは宣伝したりするんですけど、歩きやすい街がウォーカブルな街ということで、一つのポイントとしては、地下街とかその上空のデッキとかを歩くのではなくて、地面の上をこう歩きやすい街がウォーカブルな街なんだというようなことが言われておりまして、幸いと言いますか、その池袋は開発が遅れた分、あまり地下街とかデッキとかそういうものが他の街に比べて少ないので、歩きやすい街がこう地面の上を歩きやすい街が出来上がったということで、隈先生もスクエア型の街づくりだということで、こういった方向でですね、街づくりを進めていこうということになりました。で、今日ご紹介する記者会見では、それを3段階に分けて説明をさせていただきました。なるほど。それではそのまず第一段階を教えてください。はい、これはこの庁舎を作った頃の街づくりになります。で、駅袋ではあるんですけど、皆さんご存知の通りですね、サンシャインシティに向かってだけは人の流れがかなりいて、ここだけが街の中では混んでいたというところです。で、もともとここに庁舎があったのを、新しく庁舎を移転するのを機にですね、この2つのエリアを成長させて、そこにこう人を呼び込んでいこう、ダンベルのような形で街づくりを進めていって、にぎわいを広げていこうというのが、隈先生の提唱された最初の街づくりになります。で、特に先にこちらの街づくりが進めまして、この庁舎とですね、そして南池袋公園のリニューアルが非常に大きかったと思います。公園そのものをですね、変えただけではなくて、もう町全体の価値を高めたのがこの南池袋公園ですので、そういったところで町づくりを進めていこうということになりました。なるほど。南池袋公園とても綺麗ですよね。はい、確かにこのエリア本当ダンベル型のようになってますよね。はい、この旧庁舎は今はハレザ池袋になってて、すごく活気がありますよね。はい、そうなんです。中池袋公園もありますけど、ハレザ池袋としてですね、一体開発をしてきました。これが第一段階ということで、では第二段階についてお話しください。はい、南池袋公園をはじめとしてですね、大きく成功したということで、この流れを池袋エリア全体に広めていこうということと、それを公園を中心に街づくりを進めていこうということになりまして、南池袋公園に加えてグローバルリングがあります、この西
内公園ですね、はい、で晴れ座池袋と、はい、新しくできました池山パーク、隣にキッズパークもありますけど、はい、池山パークの4つの公園を中心に、まあ、さらにそれを池バスでこうつなぐというような、他にはない街づくりを進めてきまして、はい、2019年には東アジア文化都市、2019豊島というのを開催しましたが、はい、まあ、その際の記念事業としてこれらの整備を進めてきました、はい、なるほど、はい、まあ、確かにこうして見るとね、池袋が本当に移り変わりがよく分かりますよね、はいはい、今お聞きしてたのは主に東口の開発がメインだったと思うんですが、はいはい、西口はどうなってるんですか、はい、まさにそれがですね、はい、今度このフェーズ3ということで、まあ、これからと、はい、これからの街づくりということでご説明をさせていただきます。もともと西口はですね、東京芸術劇場があったり、その先に立教大学、また明日館もあります。で北口には古くからの繁華街と、まあ、池袋らしさと、まあ、区長は記者会見では池袋らしさごちゃごちゃ感と言ったり、熊先生は、まあ、複合性だというようなことをおっしゃっていましたけど、池袋らしさが非常に凝縮された街ですので、それを残しつつですね、今ちょっとバス停なんかは少し、あのいろんなところに分散されているようなところがあるので、はい、まあ、そういった課題を直しながら街づくりを進めていきたいというふうに考えています。はい、ではどんな街が、ね、誕生するのか楽しみなんですが、はい、まず VTR があるので、こちらの VTR をご覧ください。グローバルリングのある池袋駅西口公園、いかにして駅から街へ人を流し、回遊性の高い街を作っていくべきかが、街づくりの上で長年の大きな課題でありますが、これを今乗り越えようとしているのであります。特に池袋西口は、池袋駅西口は小規模な建物の地権者が多く、開発が遅れましたけど、新しいものと古いものの混在する多様性、雑多性、ごちゃごちゃ感は池袋の大きな魅力でもあり、強みであると感じているわけでありまして、ぜひこの池袋らしさを残しながら開発を進めていきたい、そんな思いをしているわけであります。この豊島区に、関わるようになったのは約10年ほど前でございます。2011年に都市政策顧問という形で、関わり始めて、その頃ちょうど今振り返るとですね、時代の変わり目だったんではないかというふうに思います。20世紀の、都市、アーバンデザインからですね、21世紀のアーバンデザインにちょうど切り替わる、そういうタイミングで、豊島区に関わることになりました。でその頃ですね、豊島区というのはですね、ネガティブな評価が多かった時代でございます。消滅可能都市とかですね、まあ、それは20世紀の基準っていうと消滅可能都市かもしれないけど、逆にこのこれからの街、という点で言うと逆にトップになれる可能性があるのではないかと私その時感じたわけでございます。今玉木町からごちゃごちゃっていう名前が出てありましたけれども、まさにそのごちゃごちゃっていうのは、今都市計画の用語では多様性、複合性というふうな、言葉で呼んでおります。そういうような、要素をもともと持っている。それから若い人のエネルギーがある。いわゆるオタク文化、そういうもの、文化で言いますと今までの、都市というのは、都市における文化というのはどちらかというとハイカルチャー、現代アートとか、そういうものが中心だったんですけれども、豊島区は、ハイアートに対抗するサブカルチャーで非常にエネルギーが実はあるんだということもその時感じました。それから、いわゆるパフォーマンス系のですね、演劇ですとか、そういう部分でも、豊島区は潜在力がある。でそういうような、これからの、街づくりに必要なものをですね、うまくつないでいけば、豊島区というのは、逆にリーダーになれるんじゃないかというふうにその時私感じました。で高野区長と、いろいろな議論をいたしまして、
で高野区長の、スピード感を持ってですね、この、つなぐ、新しい豊島区のまちづくりが、この10年間で、本当に、10年間と思えないぐらいのものすごいスピードで、実現いたしました。で、その時にですね、いろいろお話ししてた話の、一つがダンベル構造というものでございます。最初のダンベル構造は南北のダンベル構造だったんですが、立教大学、西口を含んだ、サンシャインを含んだ東西のダンベル構造、実はそれも池袋の大きな潜在力でございます。で今まで、駅袋と言われる理由がその鉄道による分断だったと思うんですが、それを超える東西のダンベル構造というのが、これから、動き始める。南北ダンベルプラス東西がつながる。そうすることによって、ウォーカブルな街づくり、多様性複合性の街づくりというのがですね、これから、いよいよ、本当に第2段階に進むというふうに私は、期待しております。すでに池袋はですね、東京の中でも最も、期待される、最も面白い街というふうに、この10年でなったんですが、さらにこの第2ステップで、世界からも注目されるような、面白い、街が、間違いなく実現するだろうというふうに思っております。駅の東西の中心軸であります西口のこれから開発が行われるアゼリア通り、大変駅前の広い通りでありますと、東口のグリーン大通り、これが人で結ばれる、これこそ私の夢の夢でありました。まさかこの池袋の東西がつながるなんて本当に信じられないような思いでございます。このことから池袋全体にわたって回遊性の高いウォーカブルな空間が広がる、これが街の将来像でありまして、これがようやく見えてきたということであります。本当に完成がすごく楽しみですね。まあ、これまでの古き良き池袋を残しつつ、はい、新しい池袋を作っていくということですよね。はい、今年は区政90周年ということで、一旦発表させていただきましたが、はい、次の100周年に向けてですね、スピード感を持ってこの街づくりを進めていきたいというふうに思います。これ東口と西口がすごく行き来しやすくなるということですよね。はい、先生もダンベル型が広がったというふうにおっしゃっていましたけど、もともとこの小さなダンベルで広がったところが今度は大きな東と西のこのダンベル構造に変えていくんだということで、一番ポイントはここのつながりの部分なんですね。で駅を変えていくんだということで、今なかなか池袋の駅は、商業施設が張り付いていて、出口が見えなくて、ちょっと分かりづらいというふうにおっしゃっている方も いらっしゃいます、でそういう中でですね、出口をはっきりする、駅の顔をはっきりと作っていこうというところで、これは案なんですけど、こういった西口は、これ西口ですけど、西口にこういったその三君ガーデンというようなしっかりとした顔を作って、太陽がちゃんと駅の中に注ぐような形になれば、皆さんもなかなか迷うこともなくですね、しっかりと街に出ていただけるだろうというところで、この街づくりを進めています。そうですね、私もなんか以前、待ち合わせをするときに、反対で待ち合わせてしまって、結構合流するのに結構時間がかかってしまって大変だったんですけど、これだったらね、分かりやすそうですもんね。小さな出口がいっぱい あることと、あと外の光が見えないので、方向が分からないってよく言われるんですよね。そうですよね。ですので、こういった外からのちゃんと光が入るような空間になればですね、待ち合わせの場所としてもメインができれば、ここで待ち合わせしようというふうになりますので、ぜひちょっとこういった街づくりを進めていきたいなというふうに思います。本当に楽しみです。まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろ時間になりますので、最後に小沢さんの方から視聴者の方にメッセージをお願いいたします。今までもですね、少しずつ街づくり進めてまいりましたが、これからも少しずつではありますけど、街の変化をですね、皆さん楽しんでいただければというふうに思います。はい、本当に完成が楽しみです。ありがとうございます。本日のゲストは豊島区都市整備部交通基盤担当課長の小沢武弘さんにお越しいただきました。小沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエア午前11時からになります。それでは皆さん、さようなら。